にちは。いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。バーのハードルを低く、カクテルをもっと身近に感じていただくため YouTube 頑張ります。バーのある人生、どうぞお楽しみください。動画の中でご紹介している材料やツールなどは概要欄に添付しています。合わせてご覧ください。さて、本日ご紹介しますのは、皆さん召し上がりましたか？こちら、サントリー山崎、100周年を記念して作られた缶のハイボールです。水なら原酒を使われているそうで、大変贅沢な作りですね。アルコール度数は 9%。ラベルも素敵です。私個人的には白州はソーダ割りが合うかなと、山崎は水割りが合うのではないかなと思っているのですが、今日ちょっといただいてみたいと思います。炭酸を飛ばしすぎたくないので、グラスを斜めに傾けて注いでみます。深みのある方向、眠さきやすいですね。いただきます。アルコール 9% ですから、ちょうど飲みやすい、暑い日にはちょうどいい強さになっているのかな。缶を製品にしてはさすがによくできているなと思います。個人的にはやっぱり山崎は水割りの方が合うかなと思いますが、数量限定品のようですが、もしどこかで出会ったら、なかなか今山崎飲めませんので、召し上がっていただきたいと思います。